はいのパラプンテ J2 沼チャンネルのツッツンです。ということで今回は「どうした清水よ4戦未勝利」と。 いうことで、メインチャンネルの方でもね、大分と、えー、清水のレビュー動画上げておりますんで、よかったら、えー、動画概要欄からですね、えー、特に大分の試合に関しては全試合プレビューレビューやっておりますんで、よかったら動画概要欄からメインチャンネルもよろしくお願いいたしますと。いうことで、メインチャンネルがやっぱり大分寄りの、まあ、レビュー動画になっているんで、サブチャンネルではちょっと清水寄りの方で、えー、考えていこうじゃないかという、えー、動画でございますんで、最後までよろしくお願いいたしますと。 いうことでやっていきましょうかねこちら。 試合結果0-0ドローということですね。まあちょっとこの後ゴール期待値の話もするんですけれどもね、やっぱり勝機があったのは清水ですね。で、大分に関してはちょっと厳しいことを言うとなかなか勝つのは難しかった、えー、ゲームじゃないかっていうとこにはなってきますんで、まあだからこそね、大分からしたらまあこの結果でもまあ別に問題はないのかなと、まあもちろんね、勝てば一番いいんですけれどもね、っていうのがありますんで、よりね、ちょっと清水の方が心配になる。えー 試合結果でございましたけれどもねはいってことでこちらこれが両チームこの試合アスターティングメンバーにはなってきますが、えー、変更点で言うと、えー、大分デルラン選手がスタメン復帰そしてえ対する清水はツートップ、えー、神谷選手がスタメンで入ってきましたねで左に西澤選手が入りました西澤 で右のイメージが強かったんですけどねあ左で左もやるんだってとこにはなってきますがこれどっちのプレビュー動画で言ったかもう忘れてしまったんですけどねメインかサブの、えーね、この試合のプレビュー動画で話したんだけどもまあちょっとサンタナはちょっとコンディション的にどうなんだ中ちゅう話とあとサイドハーフのところにそれこそねほんとサイドアタッカーらしいサイドハーフの選手を、えー、使った方がいいんじゃないかそれこそまあ乾とか、えー、中山そして今回実際のスタンメンとなった、えー、西澤選手 ですね、こういう選手を今清水は、えー、使うべきじゃないかっていう話はしたんですけれどもね。ってことで、まあ、西澤選手は先発だったんじゃなかろうかという、えー、予想ですね。ところになってきますね。でまあでも組み合わせこれ最初見たときにあーディ・サロ神谷のツートップというか神谷は多分ツートップっていうか1.5列目みたいにやるんだろうなって思っていたんですよね。でやっぱり清水、ね、ディ・サロ選手はしっかりチャンスメイクできていてで昨年も山形時代はねこれ。 加入してからは大爆発していたんで、そこの得点という部分ではディサロも期待できるんですけれどもね、神谷ディサロ、これがだからね、お互いチャンスメーカータイプ、ディサロはだからストライカーなんだけれども、チャンスを作ることができる選手、きっかけを作ることができる選手ですね、得点のハイライトシーンの一番最初の方に絡んでくるみたいな選手、もアシストのアシストを決めるみたいなプレーが、今年はそういうチャンスメーカー、実際、清水が得点少ないんで、あれなんですけれどもね。 ただ、攻撃の発着点としてはディサロ選手もね、えー、結構絡んでいた今年にはなってきますんで、ってなると、じゃあ、神谷が点取るかっていうと、点取りやタイプじゃなくて、ここがだから組み合わせの難しいところなんですよね。うん、ディサロの相方が神谷でいいのかとか、なんか、いろいろ考えたんですけどもね、まあ、それこそね得点力のある選手、えー、サンタナを使うのも今、難しいんですよね。だから、そこがだからね、まあ、だから、この試合の役割においては、まあ、ディサロ、これまではサンタナ選手の、まあ 特定のアシストとかね、まあ、チーム全体の潤滑油的に動いていたリサロ選手にこの試合ちょっと、えー、点取ってくんねえかっていう、そっちの役割の方が多分この試合多かったね思うんですけどそれがなかなかね、うまくいっていなかった感じは、ね、あります。もちろんね、チャンスシーンも清水は多かったんで、特に後半はおせおせだったんでね、まあ、それはそれでハマったところで、じゃあ最後どうやって、えー、決めきるのかっていう、これまでと一緒の課題はちょっと、えー、出てしまいましたよね。で、えー、その試合後ですけれどもね、えー、ゴールキッチダゾーンさん 速報値で言うとゴールキタチが1.7と、あと大分が0点台というところ、まあ、清水が1.7点というのが、えー、ゴールキタチですね。で、大分が0点台というところで、まあ、大体このゴールキタチって、何度ややほいたいうところになってきますが、もうざっくばらんにもう大雑把に言うと、大体この試合、清水、まあ、1.7得点、まあ、2得点近く、えー、取れたよねとう試合内容でしたねって、逆に大分はまこの試合の、ね、内容から考えて、まあ、点は入らんよねってい だっ,たっていう本当でもざっくばらに大雑把に話すとそんな感じのまあ数字になってきますね。で え清水は前半からショートカウンターからチャンスを作っていてねそこからゴール前まで顔出すシーンというのが多かったんですけれどもこれをだからね前半のうちに1点でも決めていれば2点、3点って入った展開じゃなかろうかと本当ねこういう苦しい時の1点っていう,うなチームをね活性化させるんで前半決めていれば多分本当2点、3点え清水は入ったゲームじゃなかろうかちいうところにはなってきますで。 大は選手だったと思うんですけれどもね、えー、ゴール前に顔出してね、まあ,あとちょっとでゴールちょっともあったんですけれども、決めきれるということでね、あの一発決めきることができてればね、ね大分もそこから逆に乗ることができたんじゃないかっていうゲームですね。で、後半に関しては清水がより主導権握りましたね。で、大分はまあチャンスが目に見えて減りました。これは数字うかぬるんじゃなくて、チャンスメイクっていうのが本当、前半と比べるとさらに減ってしまったね印象が強いんですけれども、だ こう大分がどう考えたかですよね。まあ,あの次のほう書いてますけれどもね、まあ、正直それもプレビュー動画でも話はしたんですけれどもね、えー、大分に関してはぶっちゃけ引き分けでも良かったこのゲームじゃないかと思ってます。もちろん勝てば一番いいんですよ。もちろん勝てばいいんだけれども、試合が進むにつれて、じゃあもうちょっと80分、後半80分とか85分になってもこう全力でこう点を取りに行くかっていうと、そうじゃなくて勝ち点上、やっぱりこうライバル、多分最終的には清水 もうね、この優勝争いとか、えー、昇格争いに僕は絡んでく、えー、ると思っているんですよね。っていうのも、なんだかんだで清水負けてはいなくて守備は堅いんですね。うん、最後のところ、ね、守備はしっかり守ることができているんで、やっぱり僕はこれ昇格の条件というのはもちろん勝ちも大事なんだけど、まあ、安定した守備というのが大事になってくると僕は本当に思っているんですよね。で、その守備のベース、まあ、この、ね、守備のベースはしっかり、えー、できていて、多分 J2 でこう戦っていく上 ではこのサイドバック含めてですけれどもね、まあ、ディフェンスラインは特に問題がなくて、あとはサンタナ爆発待ちえみたいな感じなんで、僕は清水は右肩上がりに、えー、それこそサンタナ選手の調子が上がっていくとともに僕は上がっていく感じがするんですよね。で、うん、正直ブラジル人選手に関しては、春先こんなもんです、あの、まあ、昨年はサンタナ選手、ケアから復帰してね、すごく活躍したんだけどもね、ただ、うん、基本的に多くのブラジル人選手はやっぱり春先調子悪くて、えー、だんだんこう、 気温が上が上ってくるににれてて右肩上上がりに調子を上げていくっていうのが一つ、えー、特徴になりますんで、まあ、正直だからね清水に関して多分シーズン終盤にはなんだかんだで優勝争いとかね、えー、自動昇格争いをしているんだろうなって見ていてそっからじゃあ考えていこうと、ね、最終的には清水と大分の勝ち点差ってそんなに大きく離れることはないと思うんですよね。ってなると大分に関してこの試合は本当長い目で見るとですけれどもね引き分けでも特に問題はなかった ゲームで、清水は逆に勝たないといけなかったゲーム。本当はね今季初勝利というのをホームで目指していた清水なんでね、本当見えないプレッシャーとの戦い、これに押しつぶされてしまったのかな、最後の精度のところですけどね。というのがあります。で、さっき言ったね大分引き分けでよかったんじゃなんかというところがちょっと絡んでくるのが、これ当たり前のことを今から言いますよ。今から当たり前のことを言うんですけれども、清水が大分とこ直接差を縮めるチャンスあと1回しかないんですね。要はリーグ戦の対決があと1回、しかもアウェーの大分選手 しか清水はないというととうころでこれはやっぱりでさっきも言った通おりまあ僕の中の前提ですよこれあくまで僕の中の前提としては清水は優勝争いに絡んでくると思うんですよねでこの優勝争いに絡んできたときでもっと言うと僕大分はもちろん優勝争いに絡んでくると思っていてで その2つ、まあ、大分と清水が、えー、シーズン終盤近いところで、まあ、やり合うんじゃないか、順位とか、ね、勝ち点差的に、えー、近いところでやり合うんじゃないかって考えたときに、じゃあ清水が、ね、この今日の試合、昨日か昨日の試合で勝てなかったっていうのが結構、後々響いてくる可能性があるんじゃないか、あの試合、大分に勝っていれば、ね、直接差を縮めることがあの試合ではできたんだけどなっていう展開がもしかしたら、ね、あるかもしれない、これは完全な僕の、えー、予想にはなってきますが。 がないんで最大で直接で縮められる差っていうのはもちろん3ポイント最大では3ポイントというところにはなってきますでこれ例えばねもうシーズン終盤にあと勝ち点差4か勝ち点差4でまあここ勝っても勝ち点差で逆転することできねえかみたいな多分ところ6ポイントマッチみたいな場面ってどっかであると思うんですよねでそこで例えば清水が大分に勝ってね直接差を縮めることができてもやっぱりね勝ち点差が43まあ3以上あれば あの前提ですけれどもね、ああ、春先のあのゲーム勝って、直接対決で2勝していれば、勝ち点で上回ることできたのにな、みたいなことが、もしかしたらどっかで起きる可能性がゼロではない、ここは僕の完全なえ妄想なんで、じゃんじゃん否定してもらっていいんですけれどもね。っていうのがあるんで、これがだから清水が、例えばまあ残留争いをしそうなクラブとの対決での引き分け、これはこれで痛いんだけどね、これはこれで痛いんだけれども、しかし、大分、清水、ここは多分順位が近いところで、今年はフィニッシュ。 そういう感じがしますんで、そういうチームとの試合でしかも追う立場、現在、追う立場の清水が勝てなかった、直接、差をチ縮めることができなかったというのは、ちょっと痛いし、本当、後々に響いてくるんじゃなかろうかとえ、えてしてそういうシーズンってやっぱりあるんですよね、振り返った時に、あそこのね、対決、あのあ時はまだねタイトルとか何もね考えてなかったけども、結果論を振り返ってみれば、あそこで勝てなかった、直接対決でえ勝てなかったのかな、みたいなシーズンってやっぱりあるんです。どこのくらいも僕は あると思うんですけれどもねそれが割とこの大分戦清水はなる可能性が高いですし逆に大分からすればですけれどもねあ,あの時まあ勝てなかったけれどもまあ引き分けてねあの時点で差を縮められなかったことというのはこの時今生きてるよねみたいな時期が絶対来ると思うんですよねっていう意味では僕は大分は良かったんじゃなかろうかっていう考えこれはどう分かれるかもちろん大分のサポーターから敷いたら勝ちが一番良かった勝ち点3を取るのが一番良かったしそれこそ差を広げるのが一番良かったんだけれどもまあ結果として引き分け じゃあ引き分けがじゃあ悪かったかどうかって考えると、まあ、悪くはない、良くもないけれども、えー、悪くはないし、今の時点では良くもないし、悪くもないけれども、シーズン終盤で見ていった時にまああの引き分けは良かったよねみたいな評価になる可能性がある、負けなくて良かったよねみたいな評価になる可能性がちょっとこれは僕の、えー、考えすぎなのかもしれませんが、ただ、 サッカーってそういうもので、サッカーに限らずですけれどもね、まあ、スポーツってやっぱ、ね、対戦相手がいることで、そこと競っていくわけなんでね、まあ、それをどこまで深く考えるかですけどやっぱ僕はそこまで考えますよね。まあ、うん、そこまで本当は考えなくてもいいのかと思うんですけれどもね。てのありますんで、さあ、これがどうなるかですね。で、あとはだから本当、何回も言うんですけど、一つの勝利が流れを変えるが、その時はいつにというところですね。で、清水は次節、静岡ダービーなんですね。まあ、ジュビロもね、この間、ジュビロの試合見ましたけれどもね、 ちょっと悪い負方しているまあ退場者を出していてそこからね 最後、アンジェロッティ選手に大見合い決められてしまっているんで、本当、ね、両者あまり良くない雰囲気の、えー、静岡ダービーなんですね。で序盤戦最後の、えー、波に乗るチャンス、両者って書いてますけれどもね、ね、まあ、序盤戦をどこで区切るかによりますが、まあ、5節とか、ね、6節とか、まあ、10節以内で考える、まあ、5から10を序盤戦とか、まあ、半分ぐらいかな、5から7節か、1から7か、1から7節とかで区切ると、えー、考えると、まあ、そろそろ、ね、序盤戦最後の、えー、波に乗るチャンス、しかも最大の波に ですね、これ、ダービーに勝つというのは最大の波にはなってきますんで、こう、清水、次の試合ね、清水岩田、岩田清水かどっちか忘れたけどもね、えー、のゲームもプレビューしていこうと思って、よろしくお願いいたしますと。いうことで、今回は以上にしましょうお金、ね、以上、パラプンテージ、ェルサッカーチャンネルのツッツンでしたよ。がサ,サブチャンネルのツッツン、あここいつも違いんだよな。えー、ジェツ沼チャンネルのツッツンでしたよ。かったらチャンネル登録お願いします。さら。